い、お久しぶりです。僕、今日からグリモアの生徒、ヘクセライシュールから留学してきました。ママ泣いてたけど、僕もう大きいです。一人でも平気、大人です。ちょっと前ずっとヤパニにいました。一人でも平気。先輩、僕オリジナル10頑張って梅みたいに強くなります。まだうまくないです。でも魔法頑張ります。だから先輩よろしく。今から魔物倒しに行きます。グリモア、僕一人だとクエストに出ちゃダメです。だから先輩よろしく。僕先輩と一緒がいいです。はい、先輩と一緒ならいいって、会長さんが言ってました。はい、だから先輩と行きます。今からです。はい、今から魔物倒しに行きます。戦闘服、これです。僕、このお洋服が一番いいです。お気に入り。僕の魔法あんまり上手じゃないです。魔物を見たら勝手に出ます。だからすぐ眠くなります。でも先輩がいるから眠くならないです。たくさん魔物を倒すことができます。オリジナル10のお仕事、魔物をたくさん倒す。僕も先輩がいるからちゃんとオリジナル10できます。先輩大好き。
大丈夫ですか？では、行きます。動物、見に行きます。先輩先輩、僕、動物園初めてです。頑張る、たくさん見ます。おぉ、カニさん、カニさん、かわいいです。わーい、カニさん。ねえ、ふわふわ。あれ、先輩、ネネちゃんどこですか？一緒だったのに迷子？あ、ネネちゃん、ヨヨイちゃん。あ、ジュースありがとうです。僕、ジュース欲しかったです。あ、ごめんなさい、僕わがままです。ネネちゃん、ヨヨイちゃん、初めてだからいいって。僕、初めての動物園、わがままでいいって。とっても優しい。僕、今日はわがまま。でも、もうグリモアの生徒です。明日はわがままじゃないです。ジュースとご飯、美味しかったです。あ、もう帰りますか？先輩、鍵ください。僕、忘れないです。僕、今日はわがままです。先輩先輩、見て見てください、僕制服もらいました。ぴったり。僕、グリモアの生徒です。よろしく。ネネちゃんもヤヨイちゃんも可愛いって言ってくれました。どうですか、どうですか。ありがとうです。僕、嬉しい。みんなと同じ、みんなと一緒、グリモアの生徒。パパ、ダメって言ってました。でも、グリモアがいいです。先輩とネネちゃんがいます。アサリもいます。お友達たくさん。先輩も。先輩、先輩のお部屋行っちゃダメですか？でも僕、先輩のお部屋にいました。だから平気です。先輩と一緒にお眠りしました。お、先輩。お、先輩、ご迷惑。僕のこと、先輩、ご迷惑ですか？僕、先輩の
敵。だけど先輩がそう思ってるなら来ても平気。待ってます。いつでも来てくださいね。